我々はゆでたまこが大好き。はーい、ということでやっていきましょう。どうも、おらでございます。にたまこ。ということで、今回はですね、スマホ版にゃんこらえ戦争。今回も、ほわかの方でやっていこうかなと思います。だーい、今回ですね、やっていく内容に関しては、はい、こちらでございます。今回、ようやくですね、古びたたまこ系の方を進化させていくわけなんですけれども、今回はまずこちらでございます。古びたたまこ N101 を進化させていこうかなと思います。さあ、ということで、早速進化させていこうかなと思います。で、なんでこのキャラにしたかっていうのもですね、またおいおいですね、話していこうかなと思いますので、よろしくお願いします。で、このね、N101 に関しては、第3形態になりますと、はい、ということで、こちらでございますね、飛脚猫に進化するわけなんですけれども、第3形態の進化で真の姿を表す。さらに、鳥獣特攻も取得ということで、もう素材もですね、余裕で足りますので、早速ですね、もう進化させていこうかなと思います。それでは早速参りましょう。じゃあ行きまーす。はい、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 はい。さあ、ようやくだよ。いや、もう時間かかったね。古びた卵系ね。よしということで、来ました。はい、かわいい。かわいいのかわかんないけど。でもなんかかわいいよね。はい、飛脚猫でございます。はい。さあ、ということで、進化させましたと。じゃあ、せっかくですね、今回進化させました、こちらの飛脚猫の方ですね、下のテキストの方ですね、読んでいこうかなと思います。昔ながらの荷運びを重んじる職人肌の、昔ながらの荷運びを重んじる職人肌の猫、取扱厳重注意の大事な荷物を運送中、遠方範囲、赤い敵に超ダメージを与え、鳥獣特攻を持つっていう感じでございます。で、進化させましたこちらの飛脚猫の方ですね、今からこちらでございます。熱血大玉転がしで使っていこうかなと思います。そう、何やらあのキャラクターの方ですね、大玉転がしでめちゃくちゃ活躍するらしいので、早速使っていきましょうか。まあ、何度かね、この大玉転がしに関してもクリアはできたわけなんですけれども、まあ、また再挑戦していこうかなと思います。はい。で、どうしようかな。過去編成の方ですね、ちょっと崩して、飛脚猫の方突っ込んでいきましょうか。はいと。どうしようかな。どこに突っ込むか。じゃあ、いや、ゼリーと入れ替えましょうかね。よし、じゃあ、これでやってみましょう。さあ、ということで、早速挑戦してまいりますか。もう、どうにも止まらない。さあ、ということで、早速使ってまいりますか。そういえば、アイテムですね、猫モンとか使わなかったけど、大丈夫かな。まあ、いいか。とりあえず、使わずにやってみようかなとは思いますけれどもね。まあ、それでクリアできればいいんですけれども、どうだろう、ちょっとスタミナ的にね、いやー、これで勝てればいいんですけれどもね、どうだろう。まあ、いいや、一旦このですね、3つのたまたまの方ですね。あー、ちょっと待って、やめてくれ。じゃあ、飛脚猫の方も出しながらやっていきましょうか。まあ、見えねえな。しかしながらちょっと見えないけど、まあ、最後にですね、改めてですね、チャレンジステージの方で使おうかなと思いますけど、おー、でも強くない？めちゃんこ強くない？結構強いよね、飛脚猫。おー、これはいいぞ、これはいいぞ。よし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 。早くもですね、赤玉の方を倒しましたけれども、あとは、そうだ、結構さ、生産スピード速くない？まあ、ニャンコンボの方も突っ込んであるからなんですけども、なんかすごい速く感じますね。まあ、コストちょっと高いんで、その辺がなんとも言いませんけれども、いや、でも猫も突っ込んどけばよかったかな。その方がね、もっと生産できたのかなとは思いますけれども、いやー、ちょっと待てよ。カメラマンとさ、このさ、飛脚猫ダブルで出すと結構お財布カツカツなんだけど、まあいいや、とりあえず、まずはいいか、カメラマンで、ちょっと待って、クリティカルが、なかなか発動しないんで、ね、で、この後にね、大量にたまたまの方が出てくるかなと思うんで、まあそこでね、飛脚猫の方活躍させられればなとは思いますけど、ちょっと、大丈夫か。あ、よし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 、オッケーオッケーオッケー。さあ、でも意外と速度も速いんだね。さすが飛脚だね。さすがなんだけど、大丈夫か。一目散で行っちゃったけど、これまずいんじゃないか。あ、でも頑張れ頑張れ。まだ頑張れ。まだいけるぞ。まだいけるぞ。まだいけるぞ。よし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 。よしよし、よく頑張ったんじゃないですか。そうなると、ちょっと待てよ。大丈夫かな。ちょっとお財布が思ったよりカツカツなんだが、ちょっと出すキャラクターもね、考えていかないと、これはまずいなぁ。でも意外となんかさ、早くさばけてない？気のせいかな？どうなんだろう。頑張れ頑張れ、飛脚猫。とりあえずちょっと様子見ていきましょうか。
いやなかなかクリティカル放たないな。頑張れカメラマン。ちょっと今日は不調だねカメラマンさん。いやどうだろう、ここでパコーンって言ってくれたらだいぶ強いんだけど、あー待ってウリルが消えちゃったんだけど、これはまずいぞ。いやーやっぱ猫も突っ込んどけばよかったな。ちょっと待ってクリティカルが全然払わないんだけど、ちょっと今日調子悪すぎじゃないですか。これまずいかもしれないぞ。大丈夫かな。ちょっと待って待って、よしよし今かい。しかもちょっと違うよね、クリティカル払ったらちょっと敵違うよね。いけ飛脚猫で、とりあえず白玉さえ倒せればあとはこの銀玉だけなんだけど、なかなかそれがね難しいんだよな。やばい、じわじわ押されてるんだけど、いやー怪しいな。あ逆転ありそうじゃないこれ。どうだろう、ギリギリ逆転あるか、あるか。白玉と白玉倒せ、白玉いけ、これで、倒れないね。なかなかしぶとさはありますけれどもね。これでどうだろう、逆転ちょっとこれ、いやー怪しいな、無理かこれ。あーマジかー、これちょっとまずいっしょこれ。いやーもうカメラマン何やってんの、ちょっとこれ頑張ってよ。あーこれはダメか、さすがに。ちょっとっとっと、あいた、あぶな。ちょっともう諦めかけてたところになんとか行けましたけれどもね。でこれでもうないんだっけ。だったらじゃあもう飛脚猫もガンガン出していきますか。多分このラッシュさえ乗り越えられれば、ああ大丈夫そうですね。びっくりした。はい、って感じでございます。ちょっとヒヤヒヤしましたけど、なんとかクリアできそうでございます。じゃあ最後にですね、チャレンジステージの方ですね、飛脚猫の方メインに使っていこうかなと思いますので、移動します。はい、さあということで今回ですね第3形態にさせました飛脚猫の方ですね、改めて使っていこうかなと思います。それでは早速出してまいります。はい、っていう感じでございます。攻撃に関しては、あなるほどね、これ荷物出してないこれ。ちょっと待って、しかも荷物が、おー殺意の猫を出したね。なるほどね、これ大丈夫、これアウトでしょこれ。もう何やってんのっていう感じでございますけど、でも可愛いね、めちゃくちゃ可愛い。さっきのね大玉転がしの時全然攻撃見えなかったからね、こんな感じでございますけども。なるほどね、まあ、またちょっといろんな場面で、おお強い、まあ、いろんな場面でちょっと使っていければなと思いますけど、おおいいね、なかなか強い、おお早いな、おおということでこんな感じでございました。はい、ということで今回はですねこちらでございます。飛脚猫ということで、こちらのクルビダ卵 N101 の方ですね、まあ、進化させました。まあ、この猫を使いましてですね、まあ、大玉転がしで使ったわけなんですけど、なかなか使えるねこのキャラ。まあ、またいろんな場面で使っていければなと思います。ということで今回の動画は以上になります。ここまでご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。